岐阜各務原航空宇宙博物館に展示されている JR100 回エンジン JR シリーズとは、航空宇宙技術研究所における V、エストール機の研究の一環として、試作研究されたリフトジェットエンジンである。製作は、石川島播磨重工業株式会社によって行われた。航空宇宙技術研究所は、諸外国も経験が少なく、早く追いつく可能性があり、なおかつ将来の航空技術として、重要なものとして、ジェットリフト V トール機の技術研究を進め、初の V トール機として、V トール実験機フライングテストベッドを作成した。これは、航空宇宙技術研究所の開発を経て、富士重工業により設計、製作された。まずは、エンジンの運転実績の蓄積や V トール機の研究等に使用するために、既存の技術をできる限り流用することで、推力重量比10を達成する、リフトジェットエンジンを早期に実現することを目的に、昭和38年度より、JR100 の試作研究が開始された。また、これと、並行して、JR100 よりさらに高い推力重量比を目指した、JR200 の試作研究を、昭和39年度より開始した。昭和39年9月末に製作完了した JR100 は性能確認試験及び運転試験を行い、昭和40年7月にこれを完了した。その後にリフトジェットエンジンによる高度制御の研究用として2機の JR100H、フライングテストベッド搭載用として2機の JR100 回が製作され、それぞれの試験に供された。昭和41年8月にJR200 も製作を終わり、運転試験が行われた。また、JR200 の改良型として信頼性の高い、本格的なエンジンとして、JR220 の試作研究が行われたが、経済性などの観点から、実機搭載などは行われず、試作段階で終了した。なお当初より、このエンジンは、リフトジェットエンジンが低燃費、低騒音のためにリフトファンに進むだろうという趨勢を考慮されていた。早期に実機を完成させるため、J3 から3をベースとし、既存のデータ、既存の材料、加工法を用いたまま、軽量かつ高出力を得るための構造に重点が置かれた。V、エストール機の姿勢制御に用いるための圧縮空気を注気することが考慮されており、これを行う形式が、JR100 回、行わない形式が JR100H である。諸言は以下の通りである。JR100 回エンジンを搭載した航空宇宙技術研究所のフライングテストベッド JR200 では JR100 の構造に準じアルミ合金やチタン合金などの軽量材料を取り入れる圧縮機を5段に減らすなど軽量化が図り JR100 の試作改良と並行して行われてきた要素研究の成果を取り入れ、高出力化を図ることで、さらなる推力重量比15を実現した。JR200 の諸言は以下の通りである。JR220 は圧縮機を6段とし、信頼性向上のためチタン合金を多用するなどで、JR200 と比較し重量が増加したものの、サイクル圧力比の上昇。空冷タービンノズル採用によるタービン入り口温度の高温化で推力重量比15を維持した。JR220 の諸言は以下の通りである。AB、平成30年12月、高技研 V トール実験機フライングテストベッド、各務原市。www.city.kakamyjara.lg.jp 2020年4月2日閲覧。産業技術士資料データベース。ありがとうございます。